はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回はですね、フィギュアのお掃除についてのお話です。結構ね、フィギュアのメンテナンスに関しては質問が多いので、今回このような企画を立ててみました。皆さんもね、楽しみにしていたフィギュアが届いたら、まずね、箱から出して、でディスプレイしている方もたくさんいらっしゃると思います。専用の扉付きのガラスケースに入れて飾ったり、あるいはそのまま机の上にね、置いて飾ったりと、皆さん各々ご自身の環境に合わせて飾られていると思いますが、専用ではないケース、扉の付いていない本棚とか、ラックの上にそのまま飾っていて、で時間が経つとホコリがかぶって汚れちゃうとか、そのね、お掃除が大変とか、フィギュアにかぶるね、ホコリ対策に悩んでる方もたくさんいらっしゃるかと思います。僕のところにもたまにですね、フィギュアについたホコリはどうやって取ったらいいですかとかね、そんな質問も来たりしてます。で、そんなホコリの取り方なのですが、いくつか方法がございます。まずは水洗い。これはもうね、水の中にドボンと入れて洗い流すと、大量にホコリがついている場合は、まずね、これがおすすめです。フィギュアにも傷がつかないし、ホコリがいっぱい被っている場合は、まずはこの水洗いがおすすめです。なんですけれども、ただ欠点もありまして、拭き取りが面倒なんですよ。この水洗いの場合、自然乾燥は NG です。自然乾燥だと車と一緒で、水垢とか、あとカルキなようなものが残るので、必ずね、きちんと拭き取る必要があります。なので、その拭き取りがちょっと面倒なのと、細かいパーツが多いフィギュアなんかだと破損の恐れもあります。拭き取るときにね、なのでちょっとリスクは生じます。で、水洗い以外だと、あとはね、筆。ホコリが少ない場合だと筆もね、結構使えます。最近だと静電気でくっつくものもありますし、結構ね、この筆が使えるんですよ。ただし、これも破損のリスクは多少あります。柔らかい毛の筆を使っていても、直接フィギュアに触れるわけですから、それとね、毛についたホコリを処理しないと、またその筆についているホコリがフィギュアにくっついちゃうので、そこら辺がね、また面倒なんですよ。じゃあ、そういったリスクがないものって何ですか？ということで、僕は今回これをゲットしました。それがこのブロワーです。これが何かと言いますと、これはカメラのレンズについたホコリなどをプシュプシュってやって、こうやってね、エアを送ってホコリを取り除くという道具です。カメラなどを持っている方ならね、使われている方も多いと思います。で、なんでフィギュアにこれなんだと言いますと、さっき言ったフィギュアに直接触れないわけですね。そういったことではリスクフリーなんですよ。たまに年にね、数回掃除するくらいだったら、水洗いとか筆とかでもいいのかもだけど、しょっちゅうやる、もしくは毎日掃除をしたいっていう人もね、いるでしょう。特に机の上に置いていたら気になりますよね。なので、このブロワーが便利なんです。もともとはカメラのレンズ用のものなので、高いレンズが傷つかないような設計になっているわけですから、だからこれがね、フィギュアにマッチングしていると、そういうことでね、ございます。で、もともと僕もこの動画のね、撮影の時とかにブロワーは使っていたんですよ。安物なんですけれども、ただですね、安物だと拭き取りきれないことが多かったんです。肉眼では取り切ったと思ってても、いざモニターを通して見てみると残っていると、微妙にホコリが。特にね、美少女フィギュアなんかの場合だと、黒い服、服じゃなくてもいいんですけど、黒いもの、髪の毛なんかも黒いですよね。要は黒いものにホコリがつくとすごく目立つんです。逆にね、白とか明るい色だとそんなに目立たないんですけどね。ただね、黒はとにかく目立つと。なので、ちょっと困っていたんですけれども、せっかくなのでね、いいものがあればと思って、このブロワーに行き着いたんですよ。ちなみにこちら、ブランドがベスゴーと読むらしいのですが、ハリケーンエアブロワーということで、エアー力が強い。これがね、魅力的なんですよ。とにかく強いエアーだと、よりホコリが取れるわけですから。さらにこれですね、先端のノズルが外れるのですが、こうやってね、回すと外れるんです。で、ここ、わかりますかね？ここにフィルターを取り付けられるんですよ。で、これがフィルターです。なんと予備を含めて5個もついてきました。これは助かります。で、まずね、これを開けて、で、中にこれ、
これがね、この小さいのがフィルターです。で、これをここに取り付けて、で、また先端を取り付けて、はい、これでね、使えるわけです。まあ、フィルターがなくてもエアーは出るから使えるんですけど、このフィルターを取り付けることで吸い取ったエアーの中に細かいホコリがね混ざらないということらしいです。エアーを吹き出すためには一度空気を吸い取る必要があるのですが、その際にホコリを吸い込まないので、まあ、吸い込んでもこのフィルターでせき止めるので、結果綺麗なエアーを送れると。なのでフィギュアにホコリが寄りつかなくなるわけです。ここがすごいんですよね、このブロワーは。道具ってそこそこいいものを買った方が後々長く使えると僕はね思っているんですよ。逆に安物だとすぐになくしたりだとか、あとそのもの自体に対しても愛着が湧かなかったりするのですが、いいものを買うと愛着も湧くし大切にもします。何よりね、使ってて気持ちがいい。なので僕はちょっと予算を増やしていいものを買うことの方が自分自身に対しても幸せだと思っています。まあたかたかブロワーなんですけどね、でもね使ってて気持ちいいですよこれ。うん、触り心地もね結構いいですし、さらにこれですね、下が吸盤になってるんですよ。見てください、ほら、どうすかこれいいでしょこれ。これね、何気に便利なんですよ。ブロワーって丸いから置いとくと転がっていくんですよ。でもこれだと固定できるので何気に便利。さらにさっきのノズルも短いものに交換ができます。これもねわざわざ付属してるんですよ。この巾着に入っているのですが、これ短いパターン、これもこうやって交換することができます。まあだからこれ仮に先端が壊れたとしても予備としても使えるし、この短いやつがね、だからそう考えると結構コスパもいいんですよね。予備のフィルターも4つねついてくるわけだし、これ安いものだと2000円くらいでもあるようです。購入先のリンクも下の説明欄に貼ってありますので、気になる方はそちらからチェックしてみてください。まあこまめに毎日ねフィギュアを掃除したいという方にはこれはねおすすめです。まあ僕もね毎日のように動画撮影をしているので、こういったのがね必要なんですよ。もちろんフィギュア以外の掃除にも使えますし、もともとカメラのレンズに使うものですしね、何かと便利ですこのブロワーは。だからどうせ買うならいいものを買って長く使うのがおすすめです。使ってて気持ちいいですからね。ということで今回はフィギュアのお掃除に役立つブロワーのご紹介でした。ではでは、フィギュア大好きといかんでした。またねー。